ロバーツコーヒーはフィンランドのコーヒーチェーン店。ロバーツコーヒー、福岡大名、ロバーツコーヒーはフィンランドを代表する大手コーヒーショップである。フィンランド国内に44店舗があるほか、スウェーデン、デンマーク、エストニアなどの北欧諸国、トルコ、シンガポールにも展開しており、国外に合わせて56店舗を展開している。 日本では2012年12月21日に福岡県福岡市大名に1号店となる福岡店がオープンしている。今後はフランチャイズ方式で全国展開を目指しており、5年後に20店舗を目指す予定。福岡店ではフィンランドの人気メニューが提供されるほか、大福など日本独自のメニューも存在している。店内は 白と木目を基調とした内装になっており、フィンランドのライフスタイルに関する雑誌が置かれるなど、フィンランドを感じられるように配慮がなされている。また店内に、コミュニティ FM 放送局である、コミュニティラジオ天神のスタジオが併設されており、2013年1月11日に開局している。フィンランド人は、日常からコーヒーをよく飲むため、コーヒーは優しい味になっているほか、 コーヒーの果肉を使った胃に優しいお腹コーヒーというメニューも存在する。また、ロバーツコーヒーでは生産地からカフェまでつながる持続可能なカフェ文化を作ることを目標としており、環境にも負担をかけないように配慮している。そのため通常は廃棄物となるコーヒーの果肉を再利用した石鹸やジュースといった製品も生産している。創業者はロバート・パウリグである。 彼の家は代々続くコーヒー一家であった。彼から7代前の先祖であるビュールストロムはフィンランドで初めてコーヒーを焙煎した人物でヘルシンキの市長も務めた。ロバートの祖父にあたるエドワード・パウリグはニッセンというコーヒーショップを100店舗以上経営しフィンランドのコーヒー王と呼ばれた。パウリグは父の下で修行を積みブラジルでコーヒーに関する基礎を身につけた。 ある時、アメリカを旅していたパウリグは、アメリカのカフェ文化に感銘を受けて、フィンランドでカフェを始めることを決意し、選挙。ありがとうございます。